お元気ですか？谷村新司です。あなたに届ける見えるラジオ、ラジテレがゆるゆるっと始まってまいります。今日気づきました。ちょっと鼻声です。花粉ですよ、花粉。もう多分ね、今もう花粉でぐずぐずになってる方多いと思います。毎年まあ花粉は大変だと思ってたんですけども、このコロナ禍の中で、マスクをしての花粉、これってなかなか強烈だなと。そんな風に思ってる方も多いんじゃないかと思います。まあ、そんな中ですけども、三寒四温を超えて春に向かっていく季節。皆さん、お互いにね、体調には気をつけながら、3月の第1週目、ゆるゆるっと始めていきたいと思っておりますが、ついこの間、お花屋さん、毎週我が家にお花を届けてくれるお花屋さんがいるんですけども、お花屋さんと話しておりましたら、今、すべての花が1ヶ月ほど前倒しになっているっておっしゃってました。4月に咲く予定の花が3月にも咲いてる。ああ、花が1ヶ月前倒し。びっくりしました。谷村の花も1ヶ月前倒しで花粉症にもなっておりますから、すべてなんか微妙にずれてきてる。まあ、大変なことがいろいろある今日この頃ですけども、まあ都会に暮らしてると季節を感じるっていうのも一苦労です。散歩しながらいつも季節を探している自分がここにおります。さあ、今日もゆっくりとコーヒーでも飲みながらラジテレ始めてまいりましょう。さあ、今回のテーマは梅、桃、桜。いいでしょ？3月らしいテーマです。もうこういうタイトルを今口に出してしまうと、あ、かかる曲は梅桃桜かなとみんな思ってしまうと思うんですけども、それはまだわかりません。とりあえず春を告げてくれるお花の、そんなお話をちょっとしていこうかなと思っております。